満州座と会議は、モンゴル人民共和国と満州国の国境問題解決のため、1935年から1937年にかけて、数回にわたり満州座とで開かれた一連の外交会合である。モンゴル人民共和国と満州国の政府代表が出席する形式で、両国の背後のソビエト連邦政府と日本政府の影響下で、 外交交渉が行われたが、具体的成果のないまま途絶した。満毛会議とも呼ばれる。満州国の地図。東部及び北部では、ソ連と、西部では、モンゴルと、南西部では、中国と接している。満州事変により、日本が、満州国を建国して以後、満州国と、ソ連の衛星国である、モンゴル人民共和国の間では、 国境紛争が発生していた。両国国境のあるフルンボイル一帯は遊牧民が活動する人口密度の低い草原で国境が不明確であった。モンゴル独立以前の成長支配時代に定められたハルハ族とバルガ族の境界線はあったが地形的に基準物が乏しく標識も一部風化していた。日本と満州国側は従来の境界線は 真の行政区分に過ぎないとの立場を取り、春葉川などを国境線と主張したため、軽装地帯が生じていた。1935年当時、ソ連モンゴル人民共和国は、満州国を国家承認しておらず、逆に、モンゴル人民共和国を国家承認している国も、ソ連一国だけという状況であった。そのため、満州国とモンゴルの間での国境交渉は、 実現していなかった。別に、ソイコール満州国国境をめぐる問題もあったが、こちらの確定交渉も停滞した状況であった。こうした中で1935年1月、モンゴルと満州国の国境地帯に存在する仏教寺院の周辺で、モンゴルの国境警備隊と満州国軍の公安、北省警備軍が銃撃戦となる工事工病事件が発生した。 小規模ではあったが双方に死傷者が出る初めての戦闘であり、満州国軍だけでなく、日本陸軍も出動するなど、従来の状況とは一線を画する事件だった。モンゴルと満州国は、互いに相手方の越境行為があったとして非難する、声明を発表した。1935年1月28日、日本の外務省は、工事工業事件について、 満州国政府が港湾北警備軍による現地交渉での解決を目指しているとし、また、満州国とモンゴルの国境確定が紛争予防に適切であるとの談話を発表した。この日本の意向に沿い、満州国外交部の指示を受けた港湾北警備軍司令官のウルジン・ガルマー F、少将は2月1日、モンゴル政府に対し、 国境確定会議の開催場所や、日時の希望について回答するよう求めた。2月19日には、日本の広田後期外相が、南次郎財満全権大使に対し、国境確定のため満州国とモンゴルの直接交渉へ誘導するよう訓練を発した。一方、満州国の提案を受けたモンゴル政府現軍首相は、2月5日、 平和的交渉の用意があると回答した。そして、第三国であるソ連の裏腕で、ソ連を仲介者として会議を開催することを希望した。満州国側は、裏腕開催やソ連のオブザーバー出席に難色を示し、交渉の末にソ連と満州国の国境に位置する満州座とが開催場所に決定した。1935年6月3日、 モンゴルと満州国の代表団が満州座とで第一次会議を開始した。モンゴル代表団はジ G3 防軍総司令官第2代理を主席代表としジダンバ東部第2期兵団長ら総員8人であった。満州国は公安北省庁の両のボルを主席代表としウルジン公安北警備軍司令官 満州国外交部参与の関係省一、斎藤軍政部顧問ら12人が出席した。満州国側は国交樹立による根本的解決を冒頭で主張したが、モンゴル代表団には限定的な交渉権しか与えられていないため、折り合わず、まずは国境紛争処理委員会の設置が協議されることになった。ところが、会議中の6月24日、 モンゴルイコール満州国国境地帯フルンボイルのホルステン川流域で日本の関東軍測量隊が不法越境等の容疑でモンゴル国境警備隊に逮捕されるホルステン川事件が発生した高速車と測量器具の返還は行われたが満蒙両国は互いに相手方の不法越境であるとして主張を譲らなかった7月4日満州国代表団は 責任者の処罰、再発防止策として、外交代表の総合常駐受け入れや、非武装地帯設置のためのタムスクイトからの、モンゴル側兵力引上げを強行に要求し、実力行使の可能性に言及した。ソ連も、日本に対して、直接に抗議した。満州国の全県代表部相互常駐の要求に、対し、モンゴル代表団は、 ソ連の指示に基づき主権侵害であると強く反対したが7月29日に国境紛争解決のみを目的とする代表機関の駐在受け入れまでは情報した。満州国代表団は具体的協議に入ることを求めたがモンゴル代表団は8月26日本国との打ち合わせのためとして帰国した。ここまでを第一次会議と数え以降は 第二次会議として分ける研究者もある。10月2日に同メンバーで再開された交渉は、同泉の紛争処理代表機関の総合上中の具体化が議題となった。満州国側は、満州里やモンゴル領、タムスクなどの国境地帯4カ所に地方委員を置くほか、双方の首都の新京とウランバートルにも中央委員を置くことを提案した。 これに対しモンゴル側は、2カ所への地方委員、駐在のみに同意し、中央委員設置は拒絶した。会議は11月25日に合意に至らないまま、閉会した。1936年に入っても、満州座と会議はなかなか再開されなかった。その間、前年末から2月にかけて、オラホドが事件、3月には、 タウラン事件発生とマンモウ国境地帯での武力衝突は次第に激化した。これらの事件を受けてソ連とモンゴルの軍事同盟であるソモウ総合炎上議定書も締結され軍事的緊張が高まっていた。10月にようやく第二次会議開催の運びとなった。モンゴル側主席代表 G3 号は10月4日に 病気を理由に解任されたため、エル・ダリザブ参謀長が新たな主席代表に任命された。その他のモンゴル側メンバーも大幅に入れ替わった。他方、第一次会議で、満州国主席代表を務めたリョ、両ノボルも、3月、満州座都会議などを利用して、モンゴルソ連と秘密交渉を、機密漏洩を行ったとの容疑で、日本の憲兵隊によって逮捕され、4月に、 軍法会議で有罪となり処刑されていた。ウルジン将軍が満州国側の主席代表に昇格した。第二次会議では本会議に先立ってタウラン事件における日満側戦死者の遺体や遺留品の引き渡しが議題となった。10月15日に合意が成立し、10月28日に遺体11体の引き渡しが実現した。 10月17日からの本会議では、満州国代表団は国境確定委員会の設置を優先するよう求めたのに対し、モンゴル代表団は国境確定は権限外事項であると拒んだが、最終的にモンゴル側が譲歩して国境確定委員会の設置規則について交渉が始まった。12月23日まで会議が続けられて、委員や、 随員の人数など若干の条項が合意に達した後、翌年1月25日の次回開催を取り決めて閉会となった。交渉中断の延因としては、1936年11月25日の日独防空協定締結がソ連とモンゴルの新章を害したことも指摘される。1937年1月に予定された会議再開は5回にわたって、 国境事件があった影響で延期となった。満州国外交部長の長援協は、同年3月17日に満州座と会議の無条件再開を求め、モンゴルのアナンギーン・アマル首相もこれに応じた。5月27日、満州座と会議は正式再開された。満州国は、ウルジン少将以下が出席、モンゴルは、爺参謀外務次官を主席代表とした。 しかし、直後の5月29日に、参謀主席代表が、建国記念式典出席のためとして帰国してしまい、会議は進展なく中断した。8月3日から再開された第4次会議では、国境確定委員会設置についての交渉が続けられたが、委員会の開催場所と時期をめぐって意見が対立した。満州国は、ウランバートルでの開催を主張したのに対し、 モンゴルは、満州座と開催場所として主張した。9月7日、モンゴル代表団に本国引き上げ命令が届き、検討途中で閉会となった。第4次会議の決裂は、ソ連の指示によるモンゴルでの大粛清開始の影響を受けていた。モンゴル側代表団の中心メンバーであった参謀や、ダリザブラは、9月10日に、現段一派の日本のスパイとして逮捕され、 10月に国家反逆罪で処刑された。11月15日、モンゴル政府は満州国に対し会議再開を打診したが、満州国は日中戦争の勃発や猛古連盟実政府の樹立で日ソ関係が悪化している現状では無意味であるとして応じなかった。以後、満州座と会議が再開されることはなく完全に終了した。満州座と会議について、 形式的な当事国の背後にいたソ連と日本は、それぞれ異なった思惑を有していた。ソ連は、日本の対モンゴル政策を探る糸口と、軍事的優位確立までの時間稼ぎの手段として、満州座会議を考えていた。ソ連は、モンゴルへの日本の影響が及ぶことを強く警戒し、モンゴルと満州国の国交が樹立されるような事態は、避けたかった。そのため、 ソ連政府は、モンゴル政府に対し、議題が、国交樹立に及べば代表団を引き上げるよう、指示していた。日本は、満州国とモンゴルの国交樹立などを通じて、モンゴルへの影響力を強化することや、機密度の高いモンゴルの国内状況について、情報収集することを意図していた。特に、関東軍は、ウランバートルへの代表部設置により、 モンゴル中流ソ連軍の動向を探るためのスパイ拠点を確保する意図があった。このようにソ連と日本が実質的な交渉の実験を握っていたところ、そもそもソ連が大きな進展を望んでいなかったことや、日本、ソ連双方が満州国、モンゴル人民共和国に分断中のモンゴル民族の独自交流を強く警戒していたことが会議の失敗につながった。 満州座と会議は、小国モンゴルと満州国を当事者とする交渉に過ぎず、国境確定などの具体的な成果を残せずに失敗に終わっており、極東の国際情勢や日ソ関係の緊張緩和に寄与することはなかったとする評価が一般的である。 実質的に日ソ間の対立である以上、日ソ間の対立が解決されない限り、モンゴルと満州国が独自に紛争を解決することは不可能だったとみられる。逆に、日ソ間で勢力範囲としての国境確定が行われない限り、事態の根本的解決は不可能だということが、日ソ両国にとって明確に認識された点に意味があるとの評価もある。これに対し、 モンゴル軍の戦士研究者であるゴンボス連隊佐は満州里会議が成功すればノモンハン事件のような大規模衝突を回避可能だったと主張している。ノモンハン事件の回避までは不可能だったとしても交渉期間中の日ソの衝突の牽制に一定の効果を発揮していたとの見解もある。また、モンゴルの立場から見ると日本、 満州国と独立国として外交交渉する機会を得たことで国際的地位の向上につながったとする評価もある。マンダフ・アリウン裁判はミッソ中立条約で日本がモンゴルを独立承認したのもその影響があったと主張する。ウルジミ少将ではなく港湾北省庁の領のボルとする研究者もある。1939年にノモンハン事件の舞台となる地域。 ありがとうございます。